新型36回戦、思いつづらお化けとは、本来あるべき姿やなるべき姿から大きく逸脱し、変化した姿のこと。変化や、化け、化け物、大化けとも言う。化けてなることから、火星とも呼ばれる。日本古来のお面このような概念には、天球にかかる虹や、自然の木々の紅葉や、昆虫の完全変態などは、 本来の状態から大きく変化することであり、科学的な考察や説明がなければ驚きであろう。これらが自然に対する畏怖や畏形になり、観念としての自然崇拝につながっていき、幽霊や妖怪やフェアリーなどのアニミズム観の根底に流れているといえる。人にとって潜在的にある願望として、祭りなどでお亀やひょっとこになったり、縁日でお面を被る行為は、 ハロウィンの仮装ともい通じるが、自身の変装だけでなく、西洋文学のカフカの変身や狼男になった人が、満月の夜に変身してしまうという西洋の伝承などから、日本においても、時代劇のミトコ門や仮面ライダーやウルトラマンなどがある。偶然に訪れる幸運にも、この化けや大化けが使われているが、その時には対象そのものの変化だけではなく、 期待値が大きく良い方へ変化するという社交心や占いなどとも結びついている感情とも言える。ちなみに、もっけの幸いの本来の意味は、季節して訪れた幸運は、もののけがもたらしたものという意味である。驚きという感情は、本人の認識と現実の格差からも生まれるものでも、あり、その格差を自身の誤解と認めなければ、現実がおかしいと帰結したための、 怪奇な現象とも言える。幽霊、妖怪、怪物は、お化けと同意としても使用される語である。ハロウィンで使用される巨大なお化けかぼちゃお化けには、大化けという表現があるように、総じて大きさや効果が増大する現象を言う場合が、多いが、日本の民間信仰でもある、古神道も同様の価値観があり、大きいものほど宿る神殿の位が高いとする価値観があり、 巨木や巨石を信仰するものとして、ひもろぎ、岩倉があり、大きく成長した木、または、通常より大きい岩に神が宿るとされる。月百姿、現自由が館、かん、幽霊1886年お化けは、化け化け物を大化け、火星とも呼称し、霊魂の類と妖怪と怪物を意味する。その他、化けのつく言葉。ありがとうございます。